こんにちは。こんにちは。ね、はい、ちゅうわけで、まっちゃん久しぶりやね。はい、まあな、この前、ほら、七夕フェスのね、動画も撮ったけれど、うん、まあなんか久しぶりな気するわ。そうですね。うん、はい。今日は、皆様にお伝えしたいことがあります。あります。告知でございます。そうですね。はい、これです。うん、なんとなんと。なんとなんと。吉野音街道でジャズコンテスト、ジャズコンでございます。出場者大募集、大募集、ね、うん、はい、ぜひぜひ皆さん、応募してほしいです、ね、欲しいです、来てくださいね、うんうん、このコンテストはね、うん、なんとパートね問わずや、うん、全パート募集や、そう、なんとね、うん、全パート募集というね、うん、ジャズコンテストですから、そう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 、そう、ね、もう本当に管楽器からボーカルからね、うん、弦楽器から全部いけるよね。うん、全部いける。もちろんピアノもね。はい、審査員がね、めちゃ豪華。はい。うん。うん、まず、三四郎さんだ。うん。はい。三四郎さんがやってくる、はい、サックスプレイヤーのね。はい。うん。で、ソプラの歌手の高野久美子さん。はい。ね。あと、ジャズボーカリストの新田千葉さん。うん。ギタリストの根谷さんだ。うん。そうですね。あとね、松崎正明さんっていうね。うん、高松企画っていう会社のプロデューサーさんなんだけれどね、はいはい、まあ我らもとてもお世話になってるんですけれども、はい、うん、うん、もう第一線で舞台監督をされていたすごい方だ。そうですね、うん、詳しくは、はい、ホームページを見てくださいね、はい、そうですね、詳しくホームページ見ていただけるとね、応募要項ね、わかりますね、うん、はい、ぜひぜひ申し込んでくださいね。課題曲は Alone Together、 あ、そう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 、ね、そういう感じの曲ですね、うん、はい、そういう感じの曲ですねって何やそれ、どういう感じの曲やねんそれだから、それだからこの子は、うん、まあジャズではよくね、うん、まあ、かかってるっていうかね、ジャムセッションなんかでもよくね、みんなが演奏する、ね、この曲って意外と古い曲でさ、ほう、アロントゲザー、うん、1930年代の曲で、なるほど、うん、なんと、うん、これね、ミュージカルナンバーだったんだぜ。ああ、そうなんだ、うん、もうジャズではもう全然バッチリバッチリ、ね、黒本の中に入っております、うん、ね、スイングでも弾ける、ボサノバでも弾ける、うん、なんか早くても遅くてもいいんだろ、うん、うん、ああ、はい、じゃあこれをこの曲ですね、うん、ぜひこの曲の、この曲が課題曲ね、うん、で、自由曲はね、うん、黒本、白本から選んでくれって感じやな、何でも好きなの、この曲を演奏して、さあよし、俺こそはって思う方はぜひぜひ応募してください、うん、グランプリ受賞者には柴田コウメと録音や、うん、その他にいろいろありますよ、うん、はい、ね、写真家のね、山本茂信さんって方にね、うん、はい、アーティストプロフィール写真を撮ってもらえるという写真家の方にね、それであとここで吉野でね録音するからね、うん、ゲストハウスクーさん の、 宿泊チケット、はい、うん、一泊分、うん、だから根谷さんと一緒にラジオにも出れちゃう、うん、なら .fm だ、うん、うんうん、そんな感じね、グランプリ以外の賞もね、またこれからね考えていきますからね、うん、そうですね、うん、楽しくなんかやりましょうよ、やりましょうよ、ね、うん、はい、なんとね、これここのコピーを読んでくれ、うん、1350年前人心の乱、日本の歴史は吉野から大きく変わりました。今年も吉野から大きく時代、シーンを変える人材を求めコンテストを開催します。お、言うなれば人心の乱1350年記念に、なるほど人心の乱っていうのはね、吉野大天の皇子っていうね、当時の天皇の弟が吉野に引っ込んで、そっからまたね、こう決起していくって天皇になるというサクセスストーリー。なるほどね。うん。サクセス。すごいな、まっちゃん。そうしてな。天井の虹で読んだ、漫画で読んだ。ああ。まあ、我の知識の9割は漫画。はい。はい。はい、そして、うん。で、演奏家大募集もやるよね。あ、そう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 。はい。はい、裏返して演奏家大募集、ね。バンドね、バンド、こっちはバンド、コンテストはね、個人のコンテストだけどさ、バンドはね、募集してないけど、お祭りで演奏してくれるね、うん、バンド募集だ、はい、コンテストのねはね、決勝戦を吉野町で、吉野町のジャズコンテストで、ジャズコンテスト吉野音街道のね11月19日に行います、うんうん、こういうこともねホームページに書いてあるから、また見てね、そうですね、ホームページに書いてあるね、へいへいへい、はい、ということで今日は、久しぶりの放送ですけども、うん、こういうね、
お知らせしていただきました、うん、ほんま久しぶりよな、はい、ね、なんでこんなに遅れるか教えてやろうか、うんうんうん、柴田孔明がなパソコンシステムを構築するとか抜かしやがってな、そうだね、うん、メタバースも視野に入れて構築するとか言って、うん、パソコンを作るから、まあ、ハイスペックなパソコンがいるんじゃないかということでね、そうそう、パソコンを作る頃から始めよったんやこいつが、それでこんな大変なことになっとんやまあね、バカだねー自分で組めばね結構いいものができる、まあ買ってもいいもの買えるけども、うん、まあね、ちょっと自分でいろいろ選んで、やりたいなと思ってやりました、作りました、まあそんなことやっております、ね、そろそろねできたからねまたね、はい、うん、YouTube にも復活していきますよって、ね、みんなよろしくな、はい、うん、じゃあ今日はそんな感じで、はい、いいかな、うん、このクソとっちらかったとっちらかった告知で許せ、はい、というわけで今日はこれで終わりだ、はい、はい。